遭遇しないといいけどな。パッセージリングは今までと同じようなダート式封じの扉があるはずです。油断するなよ。ハハハハ。
強化。遅い。ティア、これ以上無駄なことはやめろ。無駄なことをしてるのはあなたたちです。お前の体のことは知っている。自分の身を犠牲にしてまで守る価値のある世界か、ほど消滅の真実、お前も知っただろう。スコアに踊らされ、スコアを私欲に利用する為政者たち。ならこちらに来なさい。ありがたい話だが、ごっそりレプリカに入れ替わった世界なんてごめんだな。今あるこの大地と今生きてる人類で何がいけないんだ。それでは結局ユリアのスコアという呪縛から逃れることはできない。お前たちもいずれわかる。ユリアのスコアがどこまでも正確だ。多少の歪みなどものともせず、歴史は第七布石のスコア通りに進むだろう。第七布石、兄さんは。違う、ティア。あれだ。あれが第七布石だったんだ。待て。どうやら戦うつもりではなかったようですね。しかしガイ、ホドだ。ガキの頃バンに連れられて。ホドに？初耳ですね。バンが言ってた。フェンデ家に伝わる秘密の場所だって。フェンデ家はユリアに仕える七賢者の一人。ユリアとの間に生まれた子供が代々彼女の負荷と能力を守り続けてきた。そういえばあなたはユリアの子孫だと言われていましたわ。ええ、兄さんはそう言っていたわ。しょ、でも負荷を与えるじゃん。そうさ。それにユリアの子孫でもなければ第七布石を守ってるなんてありえないだろ。第七布石はホドと一緒に近くに消えたんだ。タルタロスで近くへ進んだ時に見えた光がそうさ。あれが第七布石だ。間違いない。第七布石がホドにあったのなら消滅と同時に落下して液状化。おかしくはないけど。じゃあ先生はユリアのスコアが示した未来を知ってる？まさか俺たちのしてることはヤバいことなのか？どの道外郭大地は落ちる。それなら被害が出ないように下ろした方がいいのも確かだ。そうだよな。それにしても気持ちが悪いや。わからないことだらけでさ。ここがそうですね。やっぱりバン先生が来た形跡はない。はい。イオン様、
つらのやろうとしていることにはついていけないよ。アンの考えはめちゃくちゃだからな。ティア、どうかしたか？また体調悪いとか？あ、いえ、ごめんなさい。大丈夫。ちょっとぼーっとしてたわ。行きましょう。こんなとこにこんな恩気感があるとはな。嬉しそうだな、お前。ギムラスカで暮らすようになってからすっかり富豪に目覚めちまったからな。やっぱ創世歴時代の恩気感はでき。殿方ってこういうものが好きですわよね。うちのパパも模型大好き。バカみたい。いいんだよ、女にはわからないロマンなんだから。あいつ剣なんて習わないで富豪使いになればよかったのに。第七布石にはどんな未来が読まれてるんだろう。先生たちの言うように良くない未来が読まれてるのかな。そればかりは誰にもわかりません。ユリアと彼女の子孫でなければ。チーグルも知らないですの。バンはそのスコアを知っていたからオリジナルを滅ぼして新しい世界を作ろうとしているのですか。少なくともルークの出現以外のユリアのスコアはほぼ完全に当たっています。もしもルークのことすらも第七布石に読まれているのだとすれば、あるいは。冗談じゃない。俺たちは外郭を下ろして俺たちの世界を守るんだろ。家庭の話をしたまでです。仮に第七布石にルークの存在が読まれていたのなら、逆にバンはルークを作らなかったのではないかと私は考えています。それってつまりルークの存在はユリアに読まれていなかったってこと？ええ、私はそう思いますね。まあ、あくまでも家庭の話ですから。それにしても第七布石、いえ、ユリアのスコアというものは本当に絶大な影響力を持っていますのね。え、ええ、そうね。ディア、いいの、ごめんなさい、なんでもないのよ。すげえ！待って、何か攻撃してきた。こいつは別に戦闘用の機械じゃないよ。多分ここらの音機関を整備するためにいるんじゃないか。というとパセージリングの整備を彼が。そうかもしれないな。世界中のパス深刻な故障の場合はこいつが出張していくのかも。だけど結局パセージリングは壊れちまったじゃんか。まあな。セフィロトの暴走がスコアに読まれていれば、ここの機械人形に対処方法が入力されていたかもしれませんね。パセージリングはこの下にある。昇降機が動きません。動力
マジかよ、階段とかね。見た感じでは。じゃあガイカ、ジェイドがちょちょっと。すみません、私は不術が専門なのでお断りします。フォミクリー作ったのお前じゃ。理論だけですよ、音機関を組み立てたのはディストです。浮かない顔ですわね。直すには壊れた動力を新しいのに変えればいいんだ。替えの動力がないの。あいつ以外に。あいつの動力を取り上げてここに取り付ければいい。多分。あの子から動力取ったら。まあね、でもそれしか方法。一生懸命働いてるのに。仕方がありません、それしか方法がないのですから。頼みましたよ。ああ。ルーク。分かってる。行くよ。ティア、これは血中フォニムの計測器です。本当にパッセージリングが原因なのか調べてみたいんですよ。わかりました。では起動をさせてください。計測は自動で行われています。ルークはタタル渓谷と同じように制御をお願いします。わかった。Thank you.
ったぜ。計測も完了したようですね。それを返してくれますか。大佐、どうなの？正気は。やはりパッセージリングから異常な数値の正気がティアに流れ込んでいます。これは多分ティアの遺伝情報、ユリアの子孫という話、やはり間違いない。ユリアがこの装置に自分の情報を打ち込んで。セブンスフォニムはどうして正気に汚染されているんだ。正気は地中で発生しているようですから、あるいは地殻が汚染されってことは、星の中心が汚染されてるって。中和なんてしきれないんじゃないか。いえ、地殻が発生源なら活路が見出せそうですよ。正気をなんとかできるの？ええ、星の引力を利用すれば。ただそれは私の専門ではないので確約はできませんが。それでも可能性はあるんだな。ええ、それにベルケンドでは引力についても研究が盛んです。私のならベルケンドへ戻ろうぜ。ティア、どうした？また具合が。本当に正気をなんとかできるのか、ジェイド。まだ推測の息を出ませんが、期待してもらっていいと思いますよ。正気問題解決っぽいなら、首席総長を止めたら問題なしじゃん。それは少し気が早いですよ、アニス。ティアも薬もらったおかげで体の方大丈夫みたいだしな。ティア、あ、ごめんなさい。ねえ、体は大丈夫そうだわ。なんだかここに来てから様子がおかしくない？ティア。そんなことないわ。さ、次のセフィロトに行きましょう。ベルケンドに行くんだろ。あ、そうそう、ベルケンドね。行きましょう。無事だったのか。老いぼれ軍団の中で私一人が生き残ってしまったよ。何をおっしゃいますの、あなたたち。
いてくださって。でもアストンさんは何もしないでいるとイエモンたちを思い出してしまったもんで、アルビオールの2号機を一台壊しとるから3号機、とにかくそれを作ったんじゃ。で、また墜落した。バカもう、スケートボール途中でお前たちを見つけたから。こんなところまで盗み聞きに来るとは変な人ですね。今度は逃がさないぜ、スピノさん。そうですね、彼には正気の件で協力してもらいたいですからね。あれ、お仕置きはなしなんですか。過ぎたことをとやかく言っても仕方ありませんからね。お仕置きの代わりに彼には存分に働いてもらいます。逃がしませんよ。了解、見失わないようにしないと。わかった。出てくるなよ。調子に乗らないで。
正気問題で役に立って分かった。アルビオールで追跡だ。わしも連れて行ってもどうしたの？白煙を上げて、あっ！生きてるかな？残酷機は頑丈じゃ。墜落による衝撃で人体に影響は出る。この辺りの魔物はお年寄りには厳しい。街に逃げ込むはずです。よし、メルケンド行こう。詰めた。ええ、手間取ってしまいましたが、もう逃がしませんわ。ああ、とっ捕まえてやる。あら、かい、珍しく怒ってますの。これまでのスピノザの所業を思えば当然ですけれど。貴重なアルビオール3号機を傷物にされたからな。有機艦は夢の不合機艦だったのに。そこに怒ってますの。行くぞ、あいつを威嚇しろ。は、はいですの。おっと、あんたにはいろいろ聞きたいことがあるんだ。わしらの話を立ち聞きしてどうするつもりだったんじゃ。またバン先生たちに密告でもするつもりか。まあ待ってください。相手を怯えさせるだけでは何も。あなたは何をしにメジオラ高原へ来たの？わしは皆の墓参りをしたくてシェリダンへ。その時アストンがメジオラ高原に行くと聞いて、まずアストンに謝ろうと。
なら逃げることはないじゃろうが。怖かったんじゃ。いざとなると。そんなの信じられないよ。だいたいあんたがチクったから総長にバレたんじゃん。確かにわしは二度も偏見たちを裏切った。二人が止めるのを無視して近畿に手を出し、その上二人をバン様に撃った。もう取り返しがつかないことは分かっとる。じゃが皆が殺されてわしは初めて気づいたんじゃ。私の研究は仲間を殺してまでやる価値のあったものなんじゃろうかと。俺、この人の言ってることを信じられると思う。ルーク。俺、アクゼリスを消滅させたことを認めるのが、認めたら今度は何かしなくちゃ、償わなくちゃって。この人はあの時の俺なんだよ。もしもあなたの決心が本当なら、あなたにやってもらいたいことがあります。なんじゃ。正気の中和。あ、いえ、隔離のための研究です。これにはあなたが専門にしている物理。大佐、こんなやつ信じるの。人間性はさておき、彼の頭脳は必要なんですよ。やらせてくれ。わしにできるのは研究しかない。あなたは兄のバンの研究者でしょ。そんなことをすれば殺されるかもしれないわ。それでもやるんじゃ。やらせてくれ。なあみんな、今一度このバカを信じてやってくれんか。だけど裏切り者だよ。この人に24時間監視をつけてはどうですか。私の一存では。では私が命じましょう。御意にございます。この研究、粉骨最新で協力する。本当にありがとう。まあここまで行って裏切ったら大した役者だな。私の正気隔離案については走り書きですが、ここにまとめておきました。検証してみてください。ではスピノザは第一音機関室。わしはアルビオール3号機を修理して帰る。頑張って。そうそう、研究員たちから皆さんに伝言を受けたまわっています。もう一つのセフィロトはダートの境界付近にあるそうです。境界に。初耳です。そこ広いもんな。とにかく行って探してみるか。
なんでそんな簡単に信じちゃうの？みんなバカみたいだよ。本当にあのおじいさん大丈夫なのかな？まだ気になるの？そりゃそうだよ、信じられるわけないじゃん。彼の目は真剣でした。完全に信じることができなくても罪を償おうとしている姿勢は認めてあげてもいいと思いますよ。監視もついているしきっと大丈夫よ。っていうかもう信じるしかないじゃん、任せちゃったんだから。そうですね、今は信じてあげてください。もう、教会の中にパッセージリングはあるのかな？わかりません。ただ教会にはザレッフォ火山につながる通路があるという噂があります。そんな話があるくらいですから、どこかにパッセージリングへとにかく探してみ。
星イオンお戻りですか。セフィロトを探しに来ました。ああ、ユリアシティから報告は受けています。パッセージリングはあの扉の先にありますぞ。一本道ですから迷うことはありません。バン先生はどうしたんだ。ふん、やつは監視者としての職務を放棄して。オラクルの姿もあまり見かけませんが。半数以上がバンの元に。忌々しい。おかげでこちらはオラクル騎士団の再編。そうそう、パッセージリングへ続く部屋は侵入者よけに隠し通路の奥になっておる。せいぜい気張って。感じの悪い。まあまあ、平和条約締結で戦争を起こすのが難しくなったから機嫌が悪いんだろうよ。邪魔されないだけマシだよ。ええ、彼はスコアを遵守したいだけです。大陸を崩落させてレプリカ世界を作ろうとしているバンとは目指すものが違います。僕たちを邪魔する理由もないのでしょう。先生か。先生どこへ行ったんだろう。まさか。ティア、心。あ、いえ。なんか気持ち悪いな。突っかかってこないモスってのも。ああ。なんか裏がありそうで薄気味悪い。まあ、イオン様の言われた通り。彼の目的はスコアを守ることですからね。今の我々に敵対する理由はないのでしょう。なら通路の詳しい場所教えてくれてもいいのに。まあ、あのおっさんのささやかな抵抗なんだろうな。ちゃ、手間かけさせるなっつーの。この部屋にパッセージリングへ続く隠し通路があるのか。そうね、一本道と。ひゃ、転んじゃったよ。あ、あれ、こんなところに隠し通路があったとは。
しかし、なんでモースはここを知って…おそらく、オリジナルの同志は知っていたんだ。よし、行ってみようぜ。アニス、ちょっと。なんですか、大佐。あなたはここを知っていましたね。本当ですか。知りません、全然知りません。それより、行きましょう。ほら、早く早く。まあいいでしょう。ここは何かの研究をしてるみたいだな。モースのものでしょうか。こんなところで何を。アニス、あまり怪しすぎると突っ込んで話を聞きたくなりますよ。この奥でしょうか。
ここを頼むよ。扉を開放するたびに倒れますね。いいんですけど、心配です。ごめんな、ヨン。いいえ。遺跡の中でも暑いわね。ヨン、だ、はい。こんなとこ、とっとと終わらせよう。なんですか、大佐。私、可愛いですか？やれやれ。まあ、いいでしょう。こんなところに長い。そうだな。やるべきことを片付けしまおう。やりますか。どこでも私は動きませんわ。
体は大丈夫か？ええ、薬が効いているから平気よ。それより操作盤を。終わったよ。次はロニール切断か。そうですが、その前に一度ベルケントに戻ってスピノザに頼んだ検証を確認しましょう。それ以下で正気の処理について答えが出せます。そうだね。早くこやれやれ。アニスは全く。ヘンテコなのはあなたですよ、アニス。あまり挙動不審だと、本当に詳しい話を聞かせてもらいますよ。挙動ってなんかないですもん。ま、いいでしょ。話せるようになったら、話してもらいますからね。隠してることなんて、きっと体重だけですから。アニスちゃん、超ガラス張り。ある意味、開放的な人生の曲がり角まっしぐらですから。おそらく確定で隠してませんから。やれやれ。ここまでは順調にことを運べていますわね。あまりにも兄が動きを見せないのがかえって不安だわ。バンと違ってこちらにはアルビオールがあるので動きを追い切れていないのかもしれませんね。今までのグランツ幼少の活動を考えるとそれは楽観しすぎですね。それはこれから彼の妨害が始まるということですの？六人称すら姿を見せないことから考えるとそう考えてもおかしくないでしょう。次のセフィロとロニール切断では彼らが妨害してくるとかもしれませんね。もちろん杞憂であればいいのですが。
比較的楽だったよな。たまにはこういうのがあってもいいよな。だけど、後でドーンとしっぺ返し来るかもよ。しっぺ返しってどんなのだよ。ルークのお腹の腹筋に顔が現れるとか。アホか。わかんないじゃん。ルークが生まれた技術ってあの大佐が作ったものだろ。よせよ、変なこと言うなよ。どうする、お腹にディストの顔とか出てきたら。それはマジきついな。そうなったらあなたとは一生口を聞かないと思います。ああ、ジェードとディストってどんな因縁があったんだ。ただの幼馴染にしては。ピオニー陛下とは割と仲良さそうなのにね。エビリム先生絡みなのか。なんか言った？なんでもないよ。さすがはバルフォア博士じゃ。あれならうまくいくかもしれん。ってことは正気は中和できるんだな。いえ、中和では。どういうことだ。
外郭大地とクリフォトの間にはディバイディングラインという力場が存在します。そうですね、ティア。ええ、セフィロトツリーによる浮力の発生地帯です。その浮力で外郭大地は浮いています。正確にはディバイディングラインの浮力が星の引力との均衡を生み、外郭大地は浮いているんじゃな。外郭大地が降下するということは、引力との均衡が崩れるということ。降下が始まるとディバイディングラインは下方向への圧力を生む。それが膜になって小気を覆い、大地の下、つまり地殻に押し戻します。でもそれだと小気は消えないよな。また発生しないのか。小気が地殻で発生しているなら、クリフォトに小気が溢れるのはセフィロトが開いているからです。外郭の降下後、パッセージリングを全停止すれば、セフィロトが閉じて小気は外に出てこなくなる。地殻の振動は停止しているから、液状化していた大地は急速に固まり始めていますわ。だからセフィロトを閉じても大陸は飲み込まれないのですね。すっげえじゃんそれ。これを思いついたのが物理学専門のわしではなくあんただ。そうは言っても専門家に検証してもらわなければ確証は得られませんでした。これであとはロニール切断のセフィロトをどうにかするだけだね。出発の前に宿で少し休んでいきませんか。ならその間にティアはもう一度ここで薬を処方してもらえよ。ええ、そう、時間がかかると思うから先に休んでいて。じゃあ明日宿の前で待ち合わせな。全部の問題が解決されそうだけど、やっぱティアの体が心配だよ。そうだな、彼女のことだから今も結構無理してるんじゃないかな。心配ですの。本当はもう無理はさせたくないんだけど。彼女にそんなこと言ったら怒られちまうだろうな。パッセージリングの作業が終わったらティアの体を完全に治す方法を探そう。あ、そうしよう。はあ？研究所の人の話だと、ホニミンの採取隊と港の方へ出て行ったらしい。スピノザを訪ねてきたアッシュも一緒に行ったそうですわ。アッシュまで？どうなってるんだ？
それと彼女の部屋にこれが置いてある。これはワイオン峡谷で取れる鉱石です。ってことはティアはワイオン峡谷に何かをしに。そういうことだ。どうする。追いかける。当たり前だろ。よし行こう。ティアのやつ一体どうしたんだ。アッシュも一緒に行ったそうですわね。そういえばメジオラ高原以来彼女何か考え込んでたな。そうですわね。リグレットに会ってから少し上の空の時がありましたわね。それにしてもティアとアッシュが向かったですか。ワイオン峡谷に何があるって言うんだ。今までの彼女を見てるとこういう衝動的な行動を取るときはいつも。あ、バン先生か。急いだ方が良さそうですね。